チャオ、こんにちは、レッドストーンから開始です。やばいこと起こってもうた。なになに、えぐい、マジでえぐい。なに、あの、カズチャンネルさん、皆さんご存知ですか？いや、もう知ってるでしょ、皆さん。180万人以上いてるカズチャンネルのカズさんが、なんとうちのチャンネルを見てくれてて、これよ、私が今一番見てる動画、レッドストーンさんです。関西っていうか大阪の方の、あの南側の方かな、にコーヒーショップがあるみたいなんだけどもね、いつか行ってみたい。そちらなど参考に、して、いろいろやっておりますけども、もう流れても思うんですけど、これほんまね、見た時びっくりした。そのカズチャンネル、カズさん、カズさんがそのスチームのやり方、うちのを参考にしてラテアートやり方を見てくれてたんですよ。それがなんとね、マグニフィカのマシンやったんで、今日はね、このマグニフィカ S のマシンでスチームやっていきます。絶対カズチャンネルさんに向けての動画やん。いやいや、もうそれもあるよ。でも結構コメントも来てた、このマグニフィカ S でできるんですかみたいな、全自動できるんですかっていうの来てたんで、今日はね、このマグニフィカ S で徹底的にね、ラテアート解説やっていきたいと思います。ではお願いします。はい、ということでね、今日のこのマグニフィカ S コンパクトの、ECAM22112W のね、ちょっとね、紹介をしながら、まあ、ラテアート、スチームやり方ちょっとね、徹底的にやっていきたいと思うんですけど、まずね、これ見てください。ここ。ラテアートをしたいあなた。撮ってください。これ撮らないとできません。これ何かっていうと、カプチーノを作りやすいように、もうこれね、空気をよく入りやすいのにつけられてるんで、これはまずもう取ってください。まずこっからです、取ります。そしたらね、こういう筒が出てくるんで、この状態をまず作ってください。こういう剥き出し型、これがあるマシンは基本的に多分ね、僕的な予想で言ったら多分できると思います、ラテアート。皆さん、あの、見てください、自分の家にあるやつ、これがあったら絶対できるんでね、今日これやっていきますよ。はい、ということでね、まあ、やっていきたいと思います。で、まず豆選びからなんですけど、豆はね、まあ、うちのね、イタリアンブレンドを選んでもらうのが、まあ、一番クレマがトロトロになって、やっぱラテアートやりやすい。これね、まず選んでもらうのがいいと思う。まあ、騙されたと思うので、一度皆さん買ってみてください。マジでトロトロ出てやりやすいね、ラテアート。で、このマグニフィカ S やるときに、ちょっとひよりこれ見てもらっていいですか。豆の細かさはもう1でいいです。1で大丈夫です。1にしといてください。一番細かい、いいですか。はい、一番細かくしといてください。で、豆の量ですね、量はね、もうマックスにしといてください。もうマックスにしといてください。これマックスにしてたら大丈夫です。はい、よっしゃ、 OK ですか。ではね、こっからもう早速ね、もうエスプレッソを入れていきたいと思います。で、これ、まあ、いろいろ、まあ、僕試させてもらいました。マグニフィカ S のコンパクトのやり方、まあ、試させてもらった結果ですね、このこれです。このボタンだけでいいです。このワンショット でいいですわ。これもうこれで設定入ってるんで、これ押しますね。はいはい、いきます。あー、静か、いいね。これをもう押したら豆が引かれてですね、ワンショット分のエスプレッソ出ます。これでもうとりあえず大丈夫です。これでいいです。マグニフィカ S コンパクト可愛くない、白で。可愛いですね。映像映えもしてるんで。映像映えしてる、はい、可愛いと思うわ。これ家にあったら、白基調の家の人とか好きそう、うん、なおしゃれっすよね。ああ、いいね、いい感じ、いい感じ。はい、じゃあこういう感じでエスプレッソ出ます。はぁ、あ、こういう感じですね。めっちゃうまそうですね。いいっすよね。ちょっとあっさりした感じのエスプレッソにはなってます。うん、でもこっからですよ、今日のポイント。おラリアウやっていくんね。きた、ここよ、ここ。まずね、ミルクの容量をね、チェックしていきたいと思います。ミルクはね、160から170、このラインじゃないとできないですね。
これで入れちゃったら、持たないのね、パワーが。なので、だいたい160、170でしてください。で、スチームのボタンを押します。はい、そしたらね、ここ、今、こっちのマーク、つくときとつかないときあります。つく場合はね、今、温度下がってる状態になります。なので、この点滅、ランプが消えて、こっちが点滅し始めたら使える証拠になります。今、こう温めてるんで、ちょっと待ってね、今はね。はい、今、点滅しましたね、こっち。これでやっと使える証拠なんで、ここから大事。はい、行きます。もうすぐ行くよ。はい、じゃあここでまず、見てね、横に、こう、横に出してください。で、ここでこう支えます。いいですか？ここで支えて、まあちょっと親指使った方がいいですかね。ギリギリラインで攻めてください。右斜め前ぐらいです。行きます。ここです。でピッチャーを傾けるのがまずポイントですね。で右斜めぐらい前で回り始めたらですね、大きい空気入れちゃってください。こういう感じで。で、大きい空気入ったら、これを消すかのように、このままゆっくりちょっと下げて、ここです。このチリって鳴らす。ここ、ここ、ここでキープです。もうずっとここでキープ。もう何も考えず無になって、ここでキープ。このギリギリラインでキープしてください。で、なかなかね、いつもやるね、3点ポテが難しいんで、今僕この親指、この親指で支えながらやってます。ちょっと、このチリチリってなるところでキープしてほしいですね。ここ。で、これ以上下げちゃったらまたここになるんで、このギリギリライン。ここですね。ちょっとスチーム終わったらそのまま一瞬待ってください。オッケー、じゃあもう、横からの角度でどのぐらい。わかりました。じゃあもう終わりまーす。じゃあ止めまーす。はい、この角度でやってください、皆さん。いいですか？この角度です。OK。なるほど。はい。じゃあ、こっからですね。まあ、ちょっとトントンして、回してもらってですね。じゃあ行きますよ。どこまでラテアートができるんか、みんな気になってます。行きます。はい。すごいわ、これ。うわ。めちゃめちゃ綺麗。マジかマジかってなるよね、これ。いや、こんなんできちゃう？マグニ光る。ツヤツヤ。これぐらいは全然できますよ。でももっと練習したらまたできる気するわ、これ。これツヤツヤ。これすげえわ。なので皆さん、できるんで、カズさん、できます、これ。いいっすよ、これ。なので、とりあえず固定。だから固定ね、いつもみたいな3点固定してるからやりにくいんで、親指ポイントですね。親指で、いつもみたいに、まあ、右斜め下でやってくださいよ、じゃなくて、右斜め前でいいんで。回り始めたら、大きい空気入れて、ここはあと一緒です。そのまま、チリっていうところのタイミングで、消していってください。で、角度とかは、まあ、日和が床に取ってくれてたもんで、その角度ね。やっぱ、ピッチャーを傾けないと、角反と起こらないんで、ピッチャーをしっかり傾けて、まっすぐじゃダメです。まっすぐだと絶対回らないんで。右斜め下ぐらいになる、右斜め前ぐらいになるようにしっかり傾けて回るようにしてください。そしたらできます。どうすかこれ。完璧でしょ。やばない。あとあれ気になりますね。味、味ね。味もじゃあもういただいていいですか。お願いします。全体うまいな。でもあれやば、多分っていうか、まあ、うちの豆やっぱクレマ出やすいから書きやすいっても絶対あると思う。じゃあいただきます。マグニフィカ Sコンパクト。うまっ。これうまい。ビビる。うまい。飲みやすい。めちゃくちゃ飲みやすいラテになってる。これいつものスティローザ、あれね、スティローザとかやともっと濃いの落とせるんですけど、塩梅の甘さとミルクの飲みやすいラテですわ、これ。でちなみになんですけど、普通のアメリカンも入れれます。普通のコーヒーのボタンあります。でエスプレッソのボタンもあります。この2つのちょっとねボタンしかないんですよ、マグニフィカ S コンパクトっていうのは。あとはね、ここ自分でいろんなねアレンジドリンクもここでかかってるんで、自分の力にかかってるようなマシンになるんで、ここでいろいろ作っていく。だからね、最新型になってきたら、まあラテアートはできないですけど、ボタン一つでカプチーノもできるし、まあマキアートとかまあいろいろできるんですけど、僕はねこのマシンね好きです。自分でやっぱりいろいろ作りたい派なんで。なので皆さん、このねやり方ちょっと参考に、
まあ、してもらってですね、ぜひやってみてください。ちょっと難しいは難しいですけど、まずは大きい空気入れてもらっていい。で、その空気を消せば大丈夫です。なので、カズさん、ちょっと頑張ってやってみてください。お店にまた、これで機会があればね、来て、実際ね、僕も教えることできるんで、実際、持ってきてもらっても全然いいんでね。はい、教えますんで、ぜひ、頑張ってみてください。はい、ということで、このマグニフィカ S コンパクト、この全自動マシン、ラッチアートまでできるんで、皆さん頑張ってやってみてください。はい、ということで、今日もありがとうございました。何してんすか？ちょっとガチで、本気でやってみたくなったから、本気でやらして。本気で？ラテアート？さっきのも本気やで、うん、さっきのも本気やけど、まだもっとできる気がした。お、どんなん作っちゃう？いや、もうバチバチのウィング入れた。バチバチのウィング、バチバチウィング、うん、バチバチウィング、あれ入れる、絶対入れる。いける？ちょっともう一回みんな見せてあげて、ここのスチーム見せてあげて。これ、この角度なんよ。で、結構ピッチャー斜めにしてるから、ピッチャーね、そう、めっちゃ斜めにして、これこの角度斜め、ここなんよ。めっちゃ斜めっすね、ほんまに。めっちゃ斜め。これこの日より上から撮れる？このギリギリラインでいるかな。超ギリギリラインなんよ。わかる？何が？あー、このさっきのこと先端ね。そうそうそう。あー、これ行き過ぎた。このギリギリラインなんよ。ここなんよ。オッケー。ちょっと止めるからカメラ下げて。あ、ガガ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 。頼みますよ。行くね。2回目ですよ。これほんま行くわ。バキバキ。バキバキビング行くわ。やばいこれ。やばい。マジで普通にできる。わお。Amazing. Amazing. やばい。普通にできる。これはこのマシン買ったわ。これ皆さん試してみてください。最高。